今日はソータ君のチャンネルのね、撮影手伝って3時ぐらいから。で、それ終わった後に、まあ、エースケがね、シュアーボの昨日練習来て今日試合で、みたいな。で、あと第一ドラも今日来て、みたいな。で、オーバーいつも来てくれてない、来て、みたいな感じで、シュアーボリベンジャーズ連合みたいな試合だったんですよね。今日の試合、今度ドキュメントとかで使うかもしれないですよ。本当シュアーボのあと1点遠いみたいなところは、大地が保管してくれて、リベンジャーズの、ここのビルドアップ、うまいことこの線つなげてないとか、っていうのはシュアーボの戦術とか、選手たちのね、器用さというか、まあ、戦術の浸透具合とそれぞれの技術でいけてたんで、本当お互いのチームの、この弱点をお互いの長所でカバーし合うみたいになってて、めっちゃ良かったっす。見に来てくれたサポーターの人から声かけられましたもんね、普通に。この人のサッカー見えるの嬉しいっすね、みたいな。今日のシュアーバーも練習試合30分3本やって全部勝ちましたね。5-1 とかで勝った。じゃあ6-1か、合計で。普通に昔負けたか引き分けぐらいのチームでしたからね。まあ、普通に。でもそれよりも内容が良かったっすね。なんかこういうところで説明するような現象とかたくさん起きてみたいな。シュアーボとレオさん引き来た際のリベンジャーズ対戦させたらどっち勝つ確率高いと思いますか？ボールは試合室のシュアーボだけど、最終的に点取るのはリベンジャーズかもしれない。わかんないの、こればっかりは。レンをどっち入れんだって話になるし。あと、対戦する時期にもよるしね。その時に誰出れるかとかね。使える選手で変わりますからね、当然。リベンジャーズにも、ね、星座が使えるのかどうなのかとか、達也がいるのかどうなのかとか。日本代表もね、遠藤航使える人使えない人じゃ変わるでしょう。三笘使える人使える日が変わるからね。リベンジャーズの選手でシュアーボのセレクションを受ける選手はいないです。受けに来たら、ね、ゲームパートまで行ったら1万円払うことになるんで、絶対行くから、リベンジャーズの選手だったら。基本僕があれしてる選手だったら。ね、セレクション組んじゃねえって言いますね。普通に入れって言います。1万むしり取られるんで。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。